はい、こんにちは、スワクテカと申します。今回ですね、購入品紹介動画ということで、こちらね、現実のカードも買っていきたいと思います。いやー、マスターデュエルばっかでね、紙の方も忘れてるんじゃないかと皆さんお思いでしょうか。いや、買ってますよ、ちゃんと買ってます。はい、じゃあ早速ね、紹介していきたいと思います。いやー、まああれですね、マスターデュエルダメだ、時間泥棒だ。もう常にマスターデュエルしかしてねえ、ずーっとマスターデュエルしてない。だってな、現実面でね、まずもうコロナがひどすぎるから、やっぱあれなんですよ、誰もいない。たまたまね、先日ショップに行ったんですけれど、もうガラガラ、地元のショップもうマジで誰もいなかった。大会も公認大会っていうのに3人とかでしたもん。やばかったわ。うわ、これはあかんなと思ったんだけど、みんなもう自重してるし、僕もそうしようかなっていう感じになってて、もうそれ以来あれです、外出してないです、仕事以外で。買い物と仕事以外でもう一切出す外出してない。はい、これだ。マスターデュエルはね、まあみんな人がいるのがいいよね。これが全部だと思うわ。 ADS 違うところはそこ、もうほんとそこ、もうなんだろうな、 ADS 闇しかないんだけど、マスターデュエルはやっぱ公式やってるから光なの。完全に光。まあまあまあ、ランクマッチの仕様とか、あるいはそこにいる展開、あ、じゃあ、そこにいるね、デッキ軍たちはどうなんだって言われたら、ちょっと黙るしかないんですけど。ランクマにいる奴らはほとんど一緒のデッキしかないじゃないか。そんなん言うたらね、公認の大会だってね。そうだ、そうと言われればそう。もう同じもんばっかだぜ。はい、いきます。まずこちらから。はい。ゲホの騎士、はい、プリズマシークレットです。イェイ。まあね、今のところね、シャドールに入れる気はないんですけれども、まあとりあえず買っときゃいいんじゃないかなと思って買いました。1枚だしね、どうせ入れるとして。いやー、イラストかっこいいなー、これ。ダークソウルっぽい。で、いや、ダークソウルじゃない、デモンズソウル感あるわ。なんだろうこれ。長剣？特大剣かな。特大剣？なんだろう、神聖派生かな。まあいいや。重厚派生かなんかか。バディファイトのカードもなんか初めて見るな。こういうのなんだね、バディファイト。次がこちら。見てください、これは。見てこれ。みんな大好きな。日本人投手第2位の162キロ。この子もなぁ。いやぁ、怪我だけはないようにしてほしかったんやけど、なんかなぁってなぁ、まず。タイガースに嫌われてるんじゃないかなと思ってるんですよね、上層部に。なんかね、なんかやっぱしどこか好かれてないんやろなっていうのがあるわ。特に矢野監督には。金本さんの時もそうやったんやけど、もう、うん、今季は特にやね。いや、僕は頑張ってほしいですけどね。投手が足りている、なんやろ、球団なんてどこの世界にもないからね。世界中探しても投手が足りているっていう野球チームはないです。絶対ないです。もう投手はいらねえよっていうのはないです。うわ、やばい。藤波だけじゃなく梅野選手も入ってた。あとは捕手もね、欲しいっていう人はいますね。ただ捕手の場合ね、一度定着するとあれなんですよ。あ、見せちゃった。はい、こちらですね、イタチの大暴走発ですね。はい、これが、はい、はい、3枚ですね。これはね、ダイノルフィアで入れようと思っているカードで、まあこのカードの前にはですね、あの4ゴミアント5ゴミアントもね、うぞう無ぞうです。もうそんなカードゴミ、もうそう断言していいほどのカードになります、このカードの前では。は、え、5ゴミアント何それ、え、弱くね、雑魚じゃねになります。え、カオスワックスなんすかそれ、弱くね、フルアーマード何それ、弱くね。そういう次元です、そういう次元のカードです。高かったよ、1枚800円しました。はい、それじゃあ以上になります。あ、まあまあ、そうそう、まあ、ここでちょっと一つ愚痴っておくのはね、まあ、マスターデュエルのね、やってて思うのはね、やっぱみんなテキスト読まなすぎ。これはもうガチで言えるけど、まあ、こっちがね、僕がシャドール使っていてね、ミドラーシュ出してるのにライトニングストーン打ってきたりとかさ、フルアーマードウィング相手にグランモールで突撃しに行ったりとかさ、そういうことやる人いっぱいいるんだよね。まあまあまあ、それでさ、初心者とかもありますし、復帰者もありますから、そこはまあしょうがないとは思うんですけど、問題は
読まないことで完結しちゃってるんだよね。テキスト読まない理解しないところではもう全部終わっちゃってて、もうあとは行き当たりばったりになってて、そのくせ勝利を追い求めてる人が多いから、もうそこは違うんじゃないかなとすごい思うんですよね。勝ちたいと思うのならば、上達したいと思うのならば、まずはゆっくり読むことだなと思うんですよ。これをねツイッターで言ったらね、まあ賛同してくれた人もいるんですけどね、まあちょっと僕が口汚く言ったのでもうイラッとしたからね、まあそういうねあのセッションと当たったんですよ。なんかそういうなんかボイチャの別のねグループでね、ボイチャの方でね、身内じゃないんですけども、他のネットと知り合いで行ったところのパーティーみたいなところでボイチャでやってたら、なんかすごいそういうのがあったんですよね。初めて出会ったカードに対して、なんなんこれ、わけわからんわとか言いながら、そのくせ全くテキスト読まないっていうような人が、でなんかちょっとわからないことがあったら、あもうすぐサレンダーするっていう、何が面白いんだろうと思ってるね。そういうのがあってイラッとしちゃって、そのセッション二度と行かないっていう感じでした。まあネットで知り合ったところなんですけどねそういうのがあったからね、まあマスターデュエルにせよ現実にせよ、まずはテキストを見て理解することから始めた方がいいんじゃないかなというのが僕の素朴な、なんだ、素直な感想です。はい、まあそういう自分もね、テキスト読まないで、え、何これ、なんだこれっていうのはいっぱいあるんですよねそんな偉そうに言える立場ではないんです。はい、それでは以上になります。ね、本人紹介動画でした。いやーどうなんだろうな、マスターデュエルも含めてな、神のデュエルできる時あんのかな。多分 ICSJ とか絶対っていう言い方はおかしいけども、中止になるでしょうね。できないですもん。公認大会もこのまま休止になるのかなって。公認大会って、まあ、一箇所がどっか中止になったら全部止めなきゃならないじゃないですか。地域格差が出てきちゃうから。例えば東京がね、じゃあ中止にしましたって言ったら、多分日本全国もね中止にしなきゃならないと思うんで、逆にまあ一箇所でもやってるところあるならば全部やらなきゃならないと思うので、だって不公平だし、ランキングとかに直結しちゃいますもんね、ポイントとかのあれがあるから。まあまあまあ、さすがにね、店舗にコロナのね陽性者で濃厚接触者が出たってなったら臨時休業しなければならないっていうので、まあ結果的に公認が臨時休業しなければならないっていうこともあるんでしょうけども、さすがに1件丸々じゃあ緊急事態宣言で、まあ、まん延措置を取りましたってなって、じゃあカードショップとりあえず閉店しましょうっていうね、臨時で閉店しましょうってなったら、多分それは全国に広がっていくんじゃないかなと思うので、これから先公認が中止になってしまう可能性もなきにしもあらずなんですよね。でもだからといって今のうちに公認に出まくるぜとは言えないからね、人はいないし、そもそもそれはモラルとしてどうなんだと思うし。はい、それではワクテカでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。